影分身の術。あれが神獣力の良いか、カカシ。この先、ナルトの体は。ヨークの形をですか。ヨークの衣と言って良いだろう。現れたら気をつけろ。いいか、おがいだろう。すぐにチャクラを抑え込むことができる。おっと。人が見られたな。すごい地鳴りが伝わってきたから。ツークロちゃんたち、残念ながらガーラはどう。あんな小娘とババアにサソリの旦那がやられるとはな。大体弱点丸出しのあの造形は自信過剰なんだよ。うん、ご苦労。なるほど、それがシャリンガンと並び木の葉に伝わるってわけか。本物を見るのは初めてだな。が先だな。木の葉最強と言われるです。覚悟しなさい。外反か。いや、いや、走って逃げ切るのは無理。はい、発見。しつこい連。あそこか。うん、了解。みんな気をつけろ。そいつは起爆物で攻撃する。俺の究極一気に集中している。まさか。みんな勝った。勝つ。
どうにか間に合った。大丈夫か、加賀先生。別の空間。これがシャリンガン。てんて。やだ、そんなことを私に聞かないでよね。さくらちゃん。死んだんじゃ、バッカじゃねえか。冷静になれ。お前ら、お前ら、カーダが何を思ってたのか少しは。何が人中力だ。エロス。前と何も変わっちゃいねえじゃねえか。帰らせる。そんな千代婆様だけの特別な、あのチャクラの流れ遅っ。チャクラが足りぬ。彼の気持ちが分かってしまう。人中力がどんな扱いを受けてきたかないんです。この肌とか砂だとか、あいつにとってはそんなこと。お手を貸さねえろ。ナルト。ナルトの夢は火影になることなんですが、それを心から喜び祝福していたのもナルトなんです。ナルトにはでもすぐ友達になってしまうんです。この忍びの世界にお前のようなやつ、かつてわしのしてきたことは正しいことがやっとできそうじゃ。これからの未来はわし、証の言っていたお前の不思議な今までにない火影になってな。ではなく、自分の大切に思うものを助け、打ち合わせとる女はそうおらんからな。ナルトよ、ってやることができる唯一の存在じゃ。助けてやってくれ。俺の手。俺。
ってたんだってばよ。ガーラ様、大丈夫ですか。やったトートじゃんよ。なんだお前ら偉そうに。ガーラばっか。ガーラ、気分はどうだ。急に動かない方がいい。体の硬直がまだ。カズカゲ様、本当に死んじゃうかと。強くてエリートで、そうそう、それでいてどことなく可愛くって、それなの。出しよう。ガーラ様、どけストッパー。落ち込むな。女ってのはエリート志向で。この世のこと言ってたっけか。やることができることを教えてくれた。俺もいつか。ありがとうよ、ナルト。ガーラをすごい医療忍術で助けてくれた。だけど、ばあちゃんも里に帰ったら元気に。いや、違う。チオバーは。チオバーは死んだんだ。どういうことだってばよ。自分の命。やはり。カイ先生、クグツ部隊で一時クグツに生命を与える術を術の理論は開発できたが、途中封印された術だ。お前のような奴が現れてくれて嬉しい。最後の最後になって正しいことがやっとできそうなものになろう。かかしも大きく変えるじゃろう。なんてな。てな。はい。ナルト、やっぱりお前は不思議なやつだな。ためにこんなことをするような人じゃなかった。忍びらしい立派な最後だ。そうだな。うん。ガーラ様。今よ。千代様。